あかねえ。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もねえ。腹くくれよお前ら。上等、蹴散らしてやりましょう。強くなる。大人の渋みが出てきて、格が上がったね。いい感じ。開けてみるか。やったぜ。やっちゃうよ。
何見てんだ。邪魔だって。沈めてやるよ。後悔するなよ。私止める。しつけの時間だ。見さらせ。ごちそうだ。残させくらえ。どうした。いくぜ。俺の番。やるか。ビビってんのか。容赦しないぞ。こいつは重いぞ。やりますか。弱気なら強くなれそうだ。おい、てめえ。んざったよね。何見てんの。すぐ倒れんじゃねえぞ。いかだをつけよう。やるか。一発で決めるよ。当然だ。悪く思うなよ。かましぜ。覚悟できてる。バシッと決めるぜ。角へ鳩ども。おっとっと。やりますか。力の差を見せて撃って。くたばれ。見さらせ。うわ、俺も君の人生から成長ってな。すぐに楽にしてるぜ。私の番。楽に死ねると思うな。見されないでね。開けてみるか。開いた。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。ブルースは堪能できましたかね、キリュウさん。楢崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、
二度と叩けなくしてやる。おーてめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おうやれ。私の番。こいつを食らうといい。終わりだ。注文持ち出してきやがんだ、あの野郎。水風でやるし、しつけがなくてね。うわぁ、わし、ちょっと気が引けちゃうね。やろうぜ。目障りだ。バシッと決めるぜ。
よし、とっておきの技味わってもらう。ほれほれ、やる気入れる。せっかくだ、楽しもうぜ。へばってんじゃねえぞ。かますぜ。そらよ、感知した。手加減はなってない。私に気づくし。よしよし、しのげるかね。こいつは重いぜ。一発で決めるよ。当然だ。まだ強くなれるから、ね、大人の渋みが出てきたね。格が上がった。またいい男だ。いい感じ。沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん、それはまあ外に出ればわかる。霧流、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。さすがに死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野人間にマスコミもいるのか。片木が堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。
それでは日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。もともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのよるべなき者によすがおうと訴えており、今回の決断も核廃棄物というよるべなきものを受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっかり英雄扱いだな。ああ、何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけど、どんなに探してもネレ島なんてないね。図書館も当たってみたけど、そこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。ネレ島が丸ごとブライスのブラックボックスってわけか。なんだよ、じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや、トミーの言うことも一理ある。これ以上ネレ島を探しても拉致が開かねえかもな。一番まで、いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくてネレ島に行く船を探す方が早いんじゃねえかな。船？廃棄物の埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。だけどそれがどんな船でどこから出てるかまでは。そんなら目星はつくぜ。この辺りでそれなりのサイズの船を止められるのはハーバーストリート沿いのマリーナだけだ。よっしゃ、行ってみようぜ。だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。あんたたちじゃなくても興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここでアカネさんをかくまっちゃくれねえか。ブライスはアカネさんのこともまだ狙ってるはずだ。もう一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつがアカネさんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよトミー、そんなことにはならねえ。どうしてそう思う。富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。ねえ、でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。あんたは嫌いな奴への嫌がらせに全力出すタイプだ。違うか。よく分かってらっしゃる。アカネさん、ちょっくら行ってきます。気をつけて。うっす。アカネさん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか。そうか。親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ、気長にやりゃいいかもな。ありがとうよ。
倒れてるか。またと。お。安全運転。アルマ。はい。そんなことないけど。え？お。安全運転でいこう。にすっかな。男前をあげてやるぜ。決まった。どれにすっかな。服にはこだわる方なんだ。これは好きだな。まあ見てな。ビシッと決めなきゃな。ゆめちゃんだ。俺のサイズあるか？全部着てみたいな。
やったぜ。これからよろしくな。Aloha! Thank you! Aloha! Oh, sure thing. Oh.
よ。おう。準備はいいか。勝利以外は不要です。スジモンバトル開戦だ。おっと、両チームとも気合が十分のようだ。今宵も始まります、スジ神スタート。盤面が変わりました。それは体勢を整えるようです。行くぜ。ファイターたちの活躍に注目しましょう。行くぜ。たまらず。おっと、そろそろとっておきが飛び出すか。ここでファイターを入れ替える。しましょう。さあ、ここからどう勝負が動くのか。ここだ。よっとっと。よっと。高まってくるな。よし。ファイターの体力が大きく回復しています。体勢を整えるようです。互いのプライドがぶつかり合います。ここでファイターを入れ替える。行くぞ。たまらずダウン。体勢を整えるようです。死ぬかもな。強烈な一撃が炸裂。勝負は時の運、一時も目が離せません。ここでファイターを入れ替える。それっ、あっと、ここで勝負あり。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。そらそら集まれ。せーの、チーム春日、現筋神マスターに見事勝利。ありがとうよ。
ありがとうございます。覚悟しろや。さっさと始めようぜ。任せといて。決めに行くよ。オッケー。踊ってくださる？喜んで。よっと。かかってくる。完全に行くぜ。つまんない。調子がいいぜ。これが俺の真骨頂や。俺もまだ若いね。また成長しちゃった。
はい。吸収が早いのよね。よし。調子出てきたな。Welcome.Thank you.痛い気分だぜ。
調子いい。Woo!